愛媛県にある石鎚山、標高1982メートル、日本百名山、日本百景に選定され西日本最高峰の山です。その山麓に白い一筋の滝が見えます。御来光の滝です。仁淀川の始まりは愛媛県の石鎚山から始まります。愛媛県と高知県の県境に沿って約 50km に広がっているのが石鎚山系です。西日本最高峰の石鎚山を中心に笹ヶ峰、亀ヶ森、伊予富士など標高 1500m 以上の山々が20座以上も連なります。この石鎚山系の中心的な山、石鎚山の山麓に御来光の滝はあります。仁淀川は愛媛県内では面河川と呼ばれ、高知県に入ると仁淀川へと名前が変わります。御来光の滝を出た水たちは面河川となって南西へ流れていきます。そして球磨川との合流付近で進路を南へと変えます。10km ほど南下すると今度は黒川と合流します。ここで進路が東へと変わり、高知県に入ると仁淀川に名前が変わります。高知県に入ると蛇行を繰り返しながらいくつかの支流を合わせつつ流下していきます。最後は南東に向きを変えた後、高知平野の西部を貫流して土佐湾に注ぎます。流路延長 124km、 流域面積1560平方キロメートル。流域のほとんどが急峻な山地に覆われ、平地は中流部から河口部の約 3% に過ぎません。仁淀川は一級水系109河川において、2012年から2015年の4年間、水質が最も良好な河川となっており、全国屈指の透明度を誇ります。それではこの美しい川の源流部から河口部までを追っていきましょう。まずは源流部にある御来光の滝を目指します。
仁淀川の源流域に到着しました。落差102メートル、日本の滝100選にも選ばれる名瀑です。仁淀ブルーの始まりを見ることができました。ここから河口まで124キロメートルに及ぶ水の冒険が始まります。御来光の滝から 1.5キロメートルほど下ると、小さな滝壺が続く場所に出ます。美しい釜を持つ小さな渓流瀑、七釜です。ガイドを務めてくれた奥野さんにお話を伺います。こう全体的にですね、本当にここ仁淀川綺麗で、こう四国をねこう縦断してるんで、こう仁淀川はねよくこうもう一個ね川の底に下に川が流れてるので砂利等が多くて、で非常にねこうろ過されてるんで水がすごい綺麗で、下流部まですごい綺麗な川っていうのはねなかなかないかなと思うんで、そういう意味ですごい魅力的な川ですね。七釜を過ぎて5キロメートルほど下流には面御渓があります。ここで合流する鉄砲石川とともに見てみましょう。国指定の名勝地としても知られ、四季によって表情が変わり、訪れた人々を楽しませてくれる渓谷です。この面御渓谷は紅葉する樹木がとても多いため、見頃の11月上旬になると観光客でとてもにぎわいます。水の透明度はとても高く、遊歩道からでも川底を見ることができます。
ここから遊歩道で行ける鉄砲石川も見てみましょう。奇岩が連続する美しい支流、鉄砲石川でした。20キロメートルほど下流へ進みます。トンネル手前にある旧道沿いは、面河川の色づきの美しさを堪能できる箇所がたくさんあります。8.5km ほど下った球磨川との合流点にある耳戸岳を見てみましょう。石灰岩で形成された大きな岩塔がそびえ立ちます。高さ約37m、幅約137m とひときわ目を引く大きさで、頂上には追松が茂ります。太陽光の反射が岩肌に移り変化することから七面鳥岩、またその姿形から別名軍艦岩と呼ばれ、自然が作り出した造形美は多くの人を魅了します。次は川の流れが東へと変わる黒川との合流点を見てみます。黒川が合流しています。ここから3キロメートルほど遡ると、岩肌の凹凸を巧みに縫うように流れている場所があります。そこは大小35個もの凹凸群が並ぶ八釜の凹凸群と呼ばれている名称です。
主流に連なる8個の巨大凹穴の姿がオカマに似ていることから名付けられた凹穴群です。黒川との合流部を過ぎて少し行くと愛媛県と高知県の県境です。源流部から約 50km 流れてきた面河川はここで高知県に入り、名前が仁淀川に変わります。この辺りはすぐ下にある大戸ダムがあるため、水深が深く川幅も広くなっています。ここ仁淀川流域は日本でも有数の温暖多雨地帯であると同時に台風の常襲コースです。大戸ダムは洪水調節、灌漑、水道用水等の補給や発電を考えた多目的ダムとして計画され、昭和61年度に完成しました。少し下ると支流の中津川と合流します。この合流点から500メートルほど行くと中津渓谷があります。この中津渓谷と後で紹介する安井渓谷は高知二大渓谷と言われ、高知を代表する渓谷です。中津渓谷は、明神山に降った雨水が、果てしなく長い時間をかけて岩石を削り続けたことによって作られました。
渓谷の奥深くに位置し、中津渓谷のシンボルともいえる雨竜の滝。多方向へ勢いよく吹き出す水は落差20メートル。その昔、この滝には容易に人は近づけませんでしたが、現在は遊歩道が整備され、この滝を間近で見ることができます。雨と渓谷の流れで作られた自然の芸術。約 1.6 キロの遊歩道が整備され、希少の数々を間近で見ることができます。この中津渓谷は千差万別の奇観が連なり、類いまれな渓谷美を誇っています。中津渓谷を出て本流を少し下ると、仁淀川町の中心部で、今度は土井川と合流します。手前側に架かる旧川口橋は、日本の歴史的景観として国の登録有形文化財に指定されています。橋脚は珍しいフランス積みのレンガ張りです。この土井川を5キロメートルほど遡ると安井川と合流します。そのさらに9キロメートルほど上流には仁淀川エリア随一の仁淀ブルースポットといわれる安井渓谷があります。本流と同じ石槌山系の森から流れ注ぐ安井川の渓谷美は目を見張るものがあります。この滝は昭和32年に発見され、安井渓谷のシンボル的存在となっています。落差3
30メートルの段瀑です。仁淀川流域一の仁淀ブルースポットと言われる安井渓谷。仁淀川はこんなにも美しいのかと、改めてこの川の魅力を再発見できる渓谷です。仁淀川本流は土肥川の合流部まで見てきました。次はこの周辺の中流域にあるいくつかの沈下橋を見ていきましょう。この橋の特徴は、大洪水による橋の流出を防ぐため水没することを前提として架けられています。欄干のない丸みを帯びた形状が周囲に溶け込み、仁淀川の美しさをより一層引き立てます。最も下流にある名古屋沈下橋付近は屋形船に乗って川の様子とともに遠巻きから見てみましょう。久喜の橋は川幅こそ広くありませんが、深い緑の流れ、周囲の岩と一体化したシンプルなアーチが印象的です。越知町麻生地区と釜出地区を結ぶ沈下橋。この橋は数々の映画のロケ地となっています。
阿蘇沈下橋から4キロメートルほど下流の片岡地区。越知町片岡地区と南片岡地区を結ぶ全長約100メートルの沈下橋。橋の下を緩やかに仁淀川が流れます。奇跡の清流といわれる仁淀川を屋形船でゆったり見てみましょう。水面が近いので間近でこの川の美しさを楽しむことができます。この辺りは深い場所ですが、驚くほどの透明度です。屋形船からはこの川の透明度をじっくりと鑑賞することができました。仁淀川で忘れてはならないのが鮎の存在です。沈下橋が点在する中流域の本流支流ともに全国屈指の友釣り漁場としても知られます。鮎は
良質な藻が付着する場所を占有しようと激しい縄張り争いをします。この習性を利用するのが友釣りです。支流の神谷川川で友釣りをしている方に見せていただきました。アユとは思えない強い引きが釣り人を魅了します。美しいその見た目にとても驚きました。綺麗でしょ。青く澄んだ仁淀川を泳ぐアユは釣り人はもちろん見るこちら側までも魅了してくれます。高知出身の写真家高橋信之さんが名付けた仁淀ブルーという言葉が広がるとともに、美しく幻想的なブルーが見られる場所としてとても有名になった場所があります。その場所は神谷川川を遡った支流の枝川川にあり、ニコブチと呼ばれます。このニコブチは一年を通して同じ青は見られないと言われるほど、さまざまな青を見ることができます。さて、再び本流に戻ります。名古屋沈下橋の少し上流にある柳瀬地区、ここには見晴らしの良い展望所があります。この付近で川筋を南に変え、河口へと向かいます。先の方に仁淀川橋が見えています。
口から約10km のところにある畑関。農業用水の安定した確保を目的とするために設置されています。江戸時代初期、五南平野の開発を目的に野中健山によって構築されたことから始まりました。本流から外れて用水路を少しだけ見てみましょう。仁淀川本流にある畑関。今から400年ほど前の江戸時代初期、畑関より南部の五南平野は台風による洪水などにより見渡す限り荒涼とした大地が続き、土佐は辺境の貧しい国の一つに数えられていました。そのような土佐を信念を持って藩政の改革に取り組み、その一環として灌漑用水と新田開発を強力に推し進めた人物がいました。土佐藩家老の野中健山です。健山が行う工事は平野部より高い上流に畑関を作り、広大な水田地帯を作り上げることを目的としました。当時仁淀川に堰をして用水路を作るなどはまさに画期的な大事業でした。現在の畑関は昭和6年にコンクリートの固定堰に改修されたものですが、当時の畑関は川の中央部が流れに逆らわないよう、堰が下流へ弓なりに湾曲するように作られていました。この畑関の工事によって五南地方は新たに862町部の新田ができました。畑関から始まる野中健山の遺構を少し見てみたいと思います。畑関を出た広岡五筋はこの織田ノイルで右側の諸木五筋を分流します。さすがに淀川の水です。用水路とは思えないようなきれいな水が流れています。この辺りではビニールハウスでの野菜作りが盛んに行われています。五筋は道路と並んで一緒に川を渡っています。現在は鉄製の可動水路橋となっていますが、当時は木碑だったようです。この水量を渡す木碑とはどのような構造だったのでしょうか。用水路のおかげで現在の春野は土佐のデンマークと称されるように園芸農業の盛んな町となりましたが、当時仁淀川の洪水のたびに畑関の修理作業に出ていった農民たちの苦労はそれは大変だったようです。二升の弁当を食べ血便が出る、
暗いうちから夜までの過酷な労働の果てに、モロギー筋には水が行っていない。畑崎修理の苦しさを春野の農民が歌った歌です。この歌を聴くだけでも当時の過酷な作業の光景が目に浮かびます。野中健山が将来を見越して試作した土木事業。しかし厳しすぎる区役に農民たちから恨みを買ってしまい、その後健山は失脚。最後はとても冷酷な仕打ちを受けました。しかし健山校はもちろん、区役に耐え抜いた農民のおかげで現在の春野が豊かな恵みを得られたことは揺るぎない事実です。仁淀川の椅子を追ってみると、とても考えさせられました。再び本流に戻り、畑崎より先を見ていきましょう。河口から約 3.5km。河口に近いため、川幅もとても広くなっています。仁淀川では、この辺りまでが潮の満ち引きによって水の深さが変化する干潮域となります。遠く愛媛県から湧き出した水の終着点です。石鎚山から流れ出て124km に及ぶ旅を終えた水たちは、ここで土佐湾へと注いでいきます。仁淀川という川は、その道すがら美しい青の支流たちと合流し、その青さを失わずして海へと出ていく感動的な河川でした。